ウローラのお時間になりました本日のテーマ、意外な結果を発表しますということで、意外でしたね、めちゃくちゃ意外だったんですけど、まあ、昨日ね、ドリームアカデミアのトライアルコース、24時間限定で先行案内させてもらったんですけど、まあ、入学願書を、ね、提出していただいた方の中で、結構な割合で、もうすでにね、まるまるで稼いでますみたいな人が結構多くてですね、ちょっとびっくりしました。 い大体まあ何もやったことないんですよっていう方が多いんですけどもうん、まあ、今回はもうすでにあるとあるんだけどもそれを情報発信してないコンテンツで売ったことがないみたいなねあの状態ででドリアカでちょっと本気で勉強したいんですっていうことで願書提出していただいた方が多くてですね、まあ、僕からするともう今すぐやれと <laughs>。 マジで今すぐやった方がいいよっていうところでこれねブログでもいブログで書いたのが堀江さんやっぱすげえなと思うんですけどこの前ね1週間前ぐらいにチャット GTP4O っていうのが発表されたんですよでそれであのやばいよっていう動画をアップロードされていましてで堀江ン AI みたいなね、えー、なんだあーそ,れそれも動画化してたんですよ で、これから話すのは全部 AI です、みたいな感じで、ホリエモンの AI が喋ってる映像も見れたんですよ。で、それ見たときに、あ、本当にやべえなと。これわかんねえんじゃねみたいな。まあ、抑揚はちょっとないけども、もうほぼわかんねえだろうな、みたいなぐらいのレベルだったんですよ。で、いや、すげえなと思ってて、その動画の説明欄見,見ると、ホリエモン AI 学校っていうのを立ち上げてて、頭いいな、みたいな。 すぐやるねっていう、その、堀江ン AI 学校の概要欄、概要見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、コンテンツビジネスなんですよ。要は、堀江ン AI 学校に入ると、まあ、動画コンテンツ見れるよ、みたいな感じですよね。で、サポートはチャットでやってますよ、みたいな感じですよね。だからもう、コンテンツビジネスなんですよ。その、堀江ン AI 学校に入ると、動画カリキュラムが、その、専門の学べますよ、でサポートありますよ、みたいな話なんですよ。やってること、コンテンツビジネスなんですよね。 うまいなと思いましたけどね。しかもなんかね、FC フランチャイズもなんか募集してるみたいな。<laughs> 要はアフリエートで、要はアフリ、フランチャイズという言い回しだけども、まあアフリエートみたいな感じですよね。まあアフリエートと概念はちょっと違う部分はあるかもしれないですけど、うん、まあ基本的にこのアフリエートできますよ。ホリエモン AI 学校を進めるみたいな感じですよね。多分うーん、そう、フランチャイズ、えー、みたいなね、すごいですよね。<laughs> で、しかもその、 ペルソナターゲッティングが結構その企業さん向けなんですよね人手不足ならホリエモン AI 学校みたいな感じでその人手不足じゃないですか今だからそれも今のニーズですよねあの人が全然いない定着しないっていうのが企業さんの悩みなんでそこにぶつけてるっていうところうまいなと思ったんですけどねいやでもすぐやってるってのはすごく形にしてこういうふうにやってるのがすごいなと思いましたねそううんしかも多分 だろうなうんだから僕もねドリームアカデミアの AI コース作ったらめっちゃ売れんじゃねえかなと思って AIAI <laughs> AI に振るみたいな AI を使ってそのなんだもう多分もうこれ結構脳汁垂れる感じです、ね、AI を使って自動で自動でというかまあ集客したりとか AI 使って自動で売っていくみたいな。 AI に丸投げしていくやり方みたいなコース、AI 専門のね、コースみたいなの作ったらね、あの、売れんじゃないかなと思いましたけど。まあ、それやるともうぐちゃぐちゃになってくるので、うんちょっとそれはやんないですけど。<laughs> うんなんか、まあ、まあ、 僕、フォローアップのね、勉強会でいろいろその講義の方を追加してるので、その講義の中でまあ AI を扱ったその概念ですよね。まあどういうふうにその AI を使っていけばいいのかみたいなのはフォローアップでね、ちょっと入れてもいいかなとは思いますけど。ただね、やっぱその、思うのが、結局その、なんだ。誰が言ってたかな誰だったか。この前その、なんかね、対談、なんかの対談見たんですよ。あ、ひろ、ひろゆきさんか。<laughs> ひろゆきさんが言ってたのがその AI ってつけとけばみんな反応するっていうなんだろうなその AI バブルというかそのんだろうな AI つけとけば何でもあの反応してしまうユーザーがいるっていうそれがなんかバブルだよねみたいな,そうなんかそんな中言ってたんですけどやっぱみんな好きじゃないですかそういうの,なんかその自動で稼ぐとか楽してっていうのがうん。 なんだけど、結論ですよ。結論、僕の見解としては、AI に関しては、その AI を指示できる人、AI にプロンプト投げる、指示していく、AI を使う側の人間が、やっぱ基本ベースの概念を理解していないと、それうまくやっぱ活用できない。 わけですよ例えばマーケティングのこと全く分かってないのに AI 使えば稼げるなわけないじゃないですかそのマーケティングが分かったので基礎が分かった上でじゃあそのマーケティングにどの要素どこの部分に AI をこの入れていくのかっていうとこなんですよねだからやっぱ結局基本が分かってないとそのうまく使えないんですよなんだけどもうんまああんま言いたくないですけど <laughs> まあそういうキャッチコピーですよね そのキャッチコピーでそういうパッケージ作ると売れるって反応するっていうそうだひろゆきさんがねちょっとうる覚えですけど <laughs> まキ結構過激なことを言っててまあ AI ってつければ反応するバカがいっぱいいるよねみたいな, <laughs> なんかそんなこと言ってたんですけどうんまあまあまああのまあだからまああんまやりたくないなってことですよねまあ売れるんだけどね売れるんだけどそっちに寄せればね間違いなく売れますねみんな好きなんで なんだけどやっぱ大事なのは,本当は基本なんでそのマーケティング分かってないのに AI 使えないですからねそこにうんまあまあまあドリアクもフォローアップ相当してるので、まあ、概念はとかその基本だったりとかノウハウとかまあマーケティングとか相当教えてるからまあまあまあもう8年やってますからねなんか入れてもいいかなとまあちょっとですけどね AI に対してのどう考えて使っていけばいいのかっていうところですよね うん、ただそれも例えば AI でコピー作ったとしても、それがいいか悪いかっていう、その判断もできないんですよね。そのスキルが、経験とかスキルがないと。うん。そう。まあ、結局その、なんだ、今現状としては、やっぱデータを元にやってる部分ありますので、そのなんだろうな、自分のデータがないですよね。<laughs> その経験、その初心者の人って何が一番欠けてるかっていうと、自分データがないので、 うん、そ,のそれをその判断できづらいっていう感じですよね。うんまあ今回ねドリア化のトライアルコース入っていただいた方はね本当そのコンテンツビジネスってマジでずっと続くと思ってますし僕,僕はですよ僕はあーずっと続くし形を だから、その、綺麗に見せ、まあ、堀江さんの AI 学校なんか綺麗に見せてるし、ターゲットも企業向けにやってるので、かなり綺麗に見せてるんですけど、やってることはね、その、コンテンツ、講義提供してて、サポートしてるっていう、だドリアカと一緒ですからね、基本は。うん。ただ、誰がやってるの、堀江さんがやってますっていうところで、知名度だったりそういうの使ってね、ちょっと差別化したりとか、ターゲット変えたりとかしてるんですけど。まあ、これなくならないんですよ、本当に。うん、なくならないですね。 そのコンテンツビジネスっていうのは。うん。なんで、まあ、あの、まあ、それに興味持ったっていうね、ことで今回入園願書提出していただいてたりとかしてますので、まあ、本当ブレずにやってほしいなと思いますね。もう僕はね、ブレることが多分ないと思います。ずっとやりますね。ずっと <laughs>。ずっとやります。だからその、僕はそのコンテンツビジネスを教えるっていうことを、 そういうのをちょっと、いや、どりでやってますけど、要は、中身を分解するとコンテンツなわけですよ。例えば、ホリエモン AI 学校は、AI を教えてるんだけど、中身は何やってるかっていうとコンテンツなんですよね。わかります。だから、なんとか、なんとかなんとかがん学校だから、例えばダイエットの学校だったりとか、スピリチュアルの学校だったりとか、教えてることはまあ、コンテンツなんですよね。うん、じゃあそれらが世の中からなくなりますかって話ですよね。 そういう学校、そういう塾とか学校とか、まあ、プログラムとかなくなりますって話で、時代が変わればなくなるやつもあると思いますよ。例えば100年後 AI 学校ってどうなのって話じゃないですか。どうですか ?100 年後に AI 学校ってどうなのって話で、もうなんかもう、もはや人間が AI になってんじゃないかみたいなね、<laughs> もう人間にチップ入ってますよみたいな話で、話なんで、それはわかんないですけど、そこまで言ったらわかんないですけど、うん。 例えばね、インスタ。まあ今もあると思うんですけど、例えば僕も昔セミナーやりましたけど、インスタのセミナーですよね。だからインスタがバッて出た時に、インスタの使い方がわかりません。インスタの、え、インスタでマネタイズする方法があり、わかりません。インスタで集客する方法がわかりませんっていうニュースがあったわけです。で、そこに対してセミナーぶっけて、結構ね、そのインスタのセミナーはすごく反応良かったんですけど、トレンドだったし。 うん、今もうインスタやられてる方でね、そのインスタのなんかプログラムとかコンテンツ売ってる人いると思うんですけど、あと TikTok とかって、ね、TikTok でどうバズらせんのかとかね、TikTok でどうやって集客して漫才するのかっていうコンテンツ売ってる人もいるだろうし、<laughs> そう。だからそのなんか表面上のその表上は変わったりするわけですよ。時代によって使う SNS とかなんか新しく出てきたりとかしたりとかするので、だけどやってること変わんないんで。 情報を発信してコンテンツを売るみたいなね。これはもう本当変わらないですから。だからこのスキルがあれば、いかようにも応用できるよ。時代が変わっても、その表面上の表側だけ変えればいいので、そもそも。うん。だからさっき言った通り、時代がこう流れが AI が来ました。じゃあ僕は AI コースを作ればいいだけの話じゃないですか。<laughs> まあそれやるともうぐちゃぐちゃになるんでやらないですけど。うん だからそのコンテンツの概念だったりとか、コンテンツどうやって作っていくのかっていうのをしっかり学ぶっていうことは、めちゃめちゃロングで考えてもすげえ価値あるよって僕は思ってるんで。うん。だからそこのね、そのコアな部分をしっかりドリア化で勉強してほしいなと思います。そこの部分をもう徹底的に教えてますんで。うん。で、あとは本当にマスターすると、いくらでも応用できるってことですからね。うん。はい。 ということで、えー、今回ね、入学された方はですね、ぜひ、あの、ぶレずに、コンテンツビジネスは本当にもうずっとなくならないです。はい。なくならないですし、一応興味あれば、堀江さんの AI 学校のセールスページをちょっと見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい。あの、<laughs> まあ見ない人もいるんでちょっと言っときますけど、あの、なんかね、4ステップがあって、1、好きな時間に、2、選べる講義140個。 まあ講義140個の講義ですよねで動画で受講まあ動画でポータルサイトみたいなのがあってねいつでも受講できますよ勉強できますよとでわかんないことあったらチャットで回答しますよみたいな感じですよねカリキュラムまあそういうページありますんでだから AI 講義が60講義なんとか講義が30講義ビジネス講義30講義その他の講義50講義みたいなうんそうまああとはプラスなんか資格 試験みたいなね、その、まあ、なんだ、付加価値ですよね。僕の学校はこういう資格を与えるよっていう。でも、この資格ってどうなんだろうな。うん、この資格って、国が認めてる資格ではないとは思うんですけど、まあ、ちょっと全部見てないんで、なんとも言えないですけどね。うん、そう。そう。あ、資格とかも、その、なんだろうな。 まあ、も物は言い,いようの部分もあると思うんですよねそうだからその、まあ、僕も資格の,そのどこまでが資格どこまでのあれがあると資格を発行してそのあるのかっていう話ですよねだからこれなんかいろんなとこでもなんかいろんな学校とかでもいろんな資格とか認定書とか出してるじゃないですかでもその認定書だったり資格っていうのがどの基準でどの範囲でその出してるのかっていうのはまあまちまちかなと思いますね うん。だそれが就職活動で使えるのか。ホリエモン AI 学校を卒業してこういう資格を取りましたっていうのが、まあ、就職だったりそういうところに生きるか生きないかっていうのは、その会社さんが認知してるかどうかですよね。それを認めるか認めないかっていうところで。うん。そう。でももうこの資格って、なんかまあ、なんだろうな。これもう,うまいなと思うんですけど。<laughs> まあ、資格があればね。うん。 資格があれば、なんかその、なんかその固定概念があるじゃないですか。資格取れば。まあ昔からも就職活動で資格があればみたいなのあったと思うんですけど。だここの、そのなんか、うん、うまいなと思いますね。うん。そう、資格。だから資格ビジネスみたいなのがあるんですよね。<laughs> そう。まあこれはやっぱうまいなと思いますね。 うん、やっぱ女性の方とか資格とか大好きなんでその資格を取ることによってなんかその、まあ、認定証とか卒業書とか資格とかそういうのを取るだけで満足するっていうそれだけでなんかわあみたいになる女性の方なんか特に多いのっ <laughs> だ女性向けとかねそういうのを作っちゃうといいですよね、うん、その症状とかね まあこれまあいろんな塾とかいろんななんかそういうところでやられてると思いますけど、そのモチベーションアップというか顧客満足度上げるみたいな話ですよね。まあすみません、ドリアカはそういうのないですけど <laughs>。まあそのビジネスライクとして考えると、そういうのをバリューとして、付加価値としてそういうのをあると売りやすいし、満足度も上がるってことですよね。卒業証書とかね。うん、認定書とかね。うん まあそういうのも組み込いろんなところで組み込まれてますから。うん。はい。まあいろいろとね、ビジネスのいろはをね、ドリアカで勉強してほしいなと思います。本当にもう本質的なところとか、もう本当に細かいところまでかなり教えてますんで、はい。まあ正直ドリアカで教えてる講義を本当にもう、あの、何度も何度も聞いてね、自分に落とし込んで使えるようになれば、あのビジネスマスターになれますんで、コンテンツビジネスは、コンテンツビジネスのマスターにもなれるし、 それを応用していろんなビジネスに使えますんで、うん、頑張ってほしいなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。